We'll be right back.
んです。どうせずっと愛されていると思ってたんだ。君がいない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 君の牢屋の悲しかもな。許されなくて忘れられて願いします。すいません、さっき手を挙げるの忘れて、すいません。この MC はまずひとしはじめが喋るのでお任せします。お疲れ様です。久しぶり、久しぶりなんですけど、なんだっけ、卒業ライブね、当日なっちゃいましたね。いや、なんか卒業、4年生たちの人たちが卒業するっていうのはすごい実感がなかったんですけど、全然ね、今日と明日で近いですね。なんかすごいもうなんかさっきの弾き語り見て、なんか本当にいなくなっちゃうんだって思ってすげえしんみりして、なんか緊張とか全然しないタイプなんですけど、めっちゃ緊張しちゃって、ほんとやめてほしいですね、前にああいういい演奏するの。まあなんか悲しい、悲しくは、悲しい、いや悲しいですよ、めっちゃ悲しいですけど、なんか本当はもっとね、すごい人たち多いじゃないですか。もう4年生歌うまい人多いし、楽器もうまいしね。だからもっといっぱいバンドとか組みたかったし、いっぱい遊びとかね、飲みにも行きたかったんですけど、まあ行ってもしょうがないんでね、卒業ライブできたことだけでも嬉しいです。イエッ、夜逃げバンド、これなんかもともと本当は俺が1年生で、みことさんが2年生の時にね、若かりし頃に約束しててだけどなんかまあコロナでなくなっちゃって、まあ、この話もなくなったかなって思ってて、なんかこの前ニューイヤーの時にそんなありましたねみたいに言ったら、みことさんが やろうよっつって誘ってくれて、今ここに実現してますね。最後にみことさんと組むの初めてなんで、組めて嬉しいです。ありがとうございます。いいですか。ご苦労様です。俺の馬先の挨拶、ご苦労様ですね。なんか目上の人と対等に話せるようにっていう、そう、なんかフラットな環境を築きたいからって、急に浮かんできたじゃあさっきの弾き語りはマジでなんか4年生ほんと尊いなって思ったし、ね、マジでめちゃくちゃ輝いて見えました。俺にはありがとうございます、4年生。いや、ほんと島田くんと一緒で、あれ見たらなんかすごいプレッシャーっていうか、なんかうまくやらないとみたいな感じになって、ちょっと空回りしてます、このドラムは今気にしないで
聞いてください、みことさんの声を、ね、俺とひとしはもう、うん、ダメなんで、もうあの弾き語りでダメになっちゃったんで、こんなもんかないや、4年生で本当にマジで大好きなんで、あと卒業まで1週間2週間ぐらいいっぱい遊びに行きたいです。お願いします。どっか行きたいとこある？サンリオピューロランド行きます。あれ行ってましたっけ？いや、行ったことない。私もすごい行ったスヌーピーでしたっけ、行ったの。あ、スヌーピーミュージアムは行った。あ、じゃあ俺らもそれで行こうか。あれ町田にある。そう、確か。じゃあ打ち上げは、あ、スヌーピーかわいい。それが実は夜逃げバンドだったんですよ。そうだ、お私がボーカルだけでしてるいつだっけな、ルイさんとか、そう、アイさん、シホさん、玉木さんがいたかな。すごい。じゃあスヌーピーに行こうね。ひとしスヌーピーに似てるって言われるよね、たまに。言われんし、言われない。ここで言うのも やばいし。次の曲に行きます。
卒業ライブ開いてくれてまず本当にありがとうございます。今の2年生かありがとう、大学ありがとう。ね、なんかそうコロナでずっと会えなかったからね、学祭ぐらいからかみんなでバンドできるようになったのも、でも学祭も11月だよね、言うてそんな経ってないけどなんか充実してたからすごい昔のことのように感じます。うん、すごい楽しかったな。なんか4年生もみんな卒業の実感なくってマジで、そう卒業したくないんですよみんな、したいけどしたくない、就職もしたくないけど別に留年もしたくないし卒業もしたくないしそう名残惜しいんですよねみんな。なんか毎バンド連ごとに例えばなんか5時とかに終わっても10時ぐらいまで飲んでたりするし、まあ、普通にみんなでね話してたり駅の改札前でたむろったりさしてない、あ、行ブラ行ブラの、え、なんかそうみんな名残惜しいんだなってすごい感じます。うん、あと 1,2 年生とかはあんまりね喋れなかった子もいるかもしれない、まあねあんまり長い期間一緒にいたわけじゃないから、うん、本当はね合宿行ければよかったんだけど、そうまた来年かな、再来年行ければいいね、本当に一番楽しいイベントなので、うん、もし開催ってなったら本当にみんな絶対行った方がいいと思います。イベントは全部出た方が絶対楽しいので、アメミンをね盛り上げて行ってください。え、怖いかなこれ、怖くない、うん、そう逃げバンド組めてよかったな、1年2年越しぐらいかな、ね、2人息ぴったりですよね本当にそう、ね、楽しいバンドです本当にかな、うん、まあ明日もあるのでね、明日はあの金子屋の私もやるんでぜひ見に行ってください。まあ配信とかね動画とかでも見てください。はい、次の曲やります。次は最後の曲、最終回っていう歌です。お願いします。すいません。